師匠から聞いた話だ。大学一回生の春だった。その頃僕は同じ大学の先輩だったある女性につきまとっていた。もちろんストーカーとしてではない。初めて街中で見かけた時、彼女は無数の霊を連れて歩いていた。子供の頃から霊感が強く、様々な恐ろしい体験をしてきた僕でも、その超然とした姿には真似のできない底知れないものを感じた。そしてほどなくして大学のキャンパスで彼女と再会した時に、僕の大学生活が、いや人生が決まったと言っても過言ではなかった。しかし言葉を交わしたはずの僕のことは全く覚えてはいなかったのだが、どこかで見たような幽霊だな。顔を見ながらそんなことを言われたものだった。そして麺が水を吸うように気がつくと、僕は彼女のまき散らす独特の、そして強烈な個性に、思想に、思考に、そして無軌道な行動に浸水していた。いや、浸水というと少し違うかもしれない。ある意味で僕の全てだった。師匠と呼んで付きまとっていたその彼女に、ある日こんなことを言われた。空を歩く男を見てこい。空を歩く男。一瞬キョトンとした。そんな映画をやっていただろうか。いや、師匠の言うことだ。何か怪談じみた話に違いない。その空を歩く男とやらを見つければいいのか。どこに行けばいいんですかと聞いてみたが答えてくれない。何かのテストのような気がした。ヒントはもらえないということか。わかりました。そう言って町に出たものの、全く心当たりはなかった。空を歩く男というその名前だけでたどり着けるということは、そんな噂や怪談話がある程度は知られているということだろう。正式な配属はまだだが、すでに出入りしていた大学の研究室で聞き込みをしてみた。地元出身者が多くないこの大学で同じ1回生に聞いてもダメだ。地元出身ではなくとも何年もこの土地に住んでいる先輩たちならば、そんな噂を聞き及んでいるかもしれない。空を歩く男ねえ、何人かの先輩を捕まえたが、成果はあまり芳しくなかった。何かそんな名前の怪談を聞いたことがあるというその程度だった。内容まではわからない。所属していたサークルにも顔を出してみたが、やはり結果は似たり寄ったりだった。早速行き詰まった僕は思案した。空を歩くということは、空を飛ぶ類の幽霊や妖怪とは少しニュアンスが違う。しかも男というからには人間型だ。他の化け物じみた容姿が伴っているのなら、その特徴が名前にも現れているはずだからだ。想像する。直立で何もない中空を進む男。それは何か害をもたらすことで恐れられているようなものではなく、ただこの世の断りの中ではありえないように対してつけられた、ありえない様に対してつけられた畏怖の象徴としての名前。空を歩く男か。それはどこに行けば見られるのだろう。空を見上げて街中を歩けばいつかは出会えるのだろうか。近い階段はある。例えば部屋の窓の外に人間の顔があって、ニタニタ笑っている。あるいは何事か訴えている。しかしそこは2階や3階の高い窓で、下に足場などなく、人間の顔がそんな場所にあっていいはずがなかったというもの。かなりメジャーで類例の多い階段だ。しかし空を歩く男という名前の響きからは何か別の要素を感じるのだ。結果的に空を歩いていたとしか思えないというものではなく、空を歩いているという、まさにその瞬間を捉えたような直接的な感じがする。空を歩く男。
そんな言葉をつぶやきながら数日間を悶々として過ごした。知ってるやつがいたよと教えてくれたのはサークルの先輩だった。同じ研究室にたまたまその話を知っている後輩がいたらしい。早速勢い込んで研究室に乗り込んだ。ああ、空を歩く男ですよね。知ってる知ってる。僕と同じ1回生の女の子だった。それも2人も。どちらも地元出身で、しかも市内の実家に今も住んでいるらしい。優秀なのだろう。うちの大学の学生で地元出身の女性は大抵頭がいいと相場が決まっている。女の子だと親があまり遠くにやりたくないと近場の大学を受けさせる傾向がある。その場合、本来もう少し高い偏差値の大学を狙えても地元を優先するというパターンが多い。そんな子ばかりが来ているのだ。つまりワンランク上の偏差値の頭を持っている子が多いということになる。なんだっけ、幸い町の方だったよね。そうそう、うちの高校見たって子がいた。高校に出るんですか？違う違う、幸い町だって。高校の同級生がその辺りで見たの。バカを見る目で見られた。説明の仕方にも問題がある気がするのだが、とにかく聞いた話を総合するとこのようになる。空を歩く男はとある繁華街で夜にだけ見られる。何気なく夜空を見上げているとビルに囲まれた狭い空の上に人影が見えるのだ。おやと目を凝らすと、どうやらその人影は動いている。商店のアドバルーンなどではない。ちゃんと足を動かして歩いているのだ。しかしその人影のいる位置は周囲のビルよりさらに高い。ビルの間に張られたロープで綱渡りしているわけでもなさそうだった。やがてその人影はゆっくりと虚空を進み続け、ビルの上に消えて見えなくなってしまった。明らかにこの世のものではない。その空を歩く男を見てしまった人には呪いがかかり、その後高いところから落ちて怪我をしたり、もしくは高いところから落ちてきたものが頭に当たったりして怪我をするのだという。その見たっていう同級生も怪我をした？さあどうだったかな。首をひねっている。どうやら最後の呪い云々は階段につきまとうおまけのようなものか。伝え聞いた人が誰かに話すとき、そういう怪異があるということだけでは物足りないと思えば、大した良心の呵責もなく、ほんのサービス精神でそんな部分を付け足してしまうものだ。ツタンカーメン王の墓を暴いた調査隊のメンバーが次々と怪死を遂げたというファラオの呪いは有名だが、実際には調査隊員の死因のみならず、死んだということさえ架空の話である。その呪いはただの付け足された創作なのだ。発掘調査に関わった23人のその後の生死を調査したグループの研究では、発掘後の平均余命24年、死亡時の平均年齢73歳という結果が出ている。何も面白いことのない数字だ。しかしそんな怪異談を盛り上げるための誇張やデタラメはあったとしても、ハワード・カーターを中心に彼らが発掘したツタンカーメン王の墓だけは真実である。空を歩く男はどうだろうか。そんな人影を見たということ自体は十分に怪談的だけれども、どこか妙な感じがする。因縁話も絡まず、教訓めいた話の作りでもない。そこから感じられる恐ろしさは、その後の取ってつけたような怪我にまつわる後日談から来るものではないだろうか。なんだか本末転倒だ。つまり肝心の前半部分が創作される必然性がないのである。すべての要素がこう告げている。空を歩く男は実際に観測されたと。その事実から生まれた怪談なのではないだろうか。錯覚や何かのトリックがそこにあるのかもしれない。話を聞かせてくれた2人に礼を言って、僕は実際にその場所に行ってみることにした。
平日の昼間にその場所に立っていると変な感じだ。繁華街の中でも飲み屋の多いあたりだ。研究室やサークルの先輩に連れられて夜にうろつくことはあったが、昼間はまた別の顔をしているように感じられた。表通りと比べて人通りも少なく、店もシャッターが閉まっているところが多い。道幅も狭く、少し寂しい通りだった。なるほど。どのビルも大通りにあるビルほどは高くない。よくて4階、5階というところか。聞いた話から想像すると、この東西の通りの上空を斜めに横断する形で男は歩いている。おそらくは北東から南西に抜けるように。その周囲を観察したが、特に人間と見間違えそうなアドバルーンや看板の類は見当たらなかった。当然昼間からそれらしいものが見えるわけもなく、僕は近くの喫茶店や本屋で日が暮れるまでの間時間を潰した。太陽が沈み、会社員たちが仕事を終えて街に繰り出し始めると、この辺りは活気づいてくる。店の軒先に明かりが灯り、陽気な話し声が往来に響き始める。その行き交う人々の群れの中で一人立ち止まり、じっと空を見ていた。曇っているのか、月の光はほとんどなく、夜空の向こうにそれらしい影は全く見えなかった。仮にと想像する。この東西の通りでヘリウムが充満した風船を持ち、その紐が10メートル以上あったら、その風船が人間を模した形をしていたら、そして紐が1本ではなく両足の先に1本ずつそれぞれくっついていたとしたら、下から紐を手繰ることで人型の風船がまるで歩いているように見えないだろうか。今日と同じように月明かりもなく、下から強烈に照らすような光源もなければ、周囲のビルよりもはるかに高い場所にあるその風船を本物の人影のように錯覚してしまうことがあるのではないだろうか。その人影に気づいた人は驚くだろう。そしてそちらにばかり気を取られ、その真下の雑踏で不審な動きをしている人物には気づかないに違いない。誰がなぜそんなことをという新たな疑問が発生するが、とりあえずはこれで再現が可能だという目星はついた。結局その後小一時間ほどうろうろしてから飽きてしまったので、その日はそれで帰ったのだった。次の日、師匠にそのことを報告すると呆れた顔をされた。情報収集が足らないな。風船かもしれないなんて誰でも思いつくよ。師匠は自分のこめかみをトントンと指で叩いてみせる。だいたい人影は最終的に通りのビルを越えてその向こうに消えてるんだ。下から操っている風船でどう再現する。あ、そのことを失念していた。今さらそれを思い出して焦る。ちゃんと噂を集めていけば、その人影を見た人間が呪われて高いところから落ちて怪我をするというテンプレートな後日談が別の噂が変形して生まれたものだと気がつくはずなんだ。別の噂？空を歩く男の話にはいくつかのバージョンがあるのだろうか。あの通りでは転落死した人が多いんだよ。飲み屋街の雑居ビルばかりだ。酔っ払って階段から足を踏み外したり、低い手すりから身を乗り出して下の道路に落下したり、何年かに一度はそんなことがある。そんな死に方をした人間の霊が夜の街の空をさまよっているんだと、そういう噂があるんだ。しまった。たった二人から聞いてそれが全てだと思ってしまった。怪談話など様々なバリエーションがあって叱るべきなのに。あと一度しか言わないぞ。そう前置きして師匠は空を歩く男を見てこいと言った。はい。情けない気持ちでそう返事をするしかなかった。
それから1週間調べに調べた。最初に話を聞かせてくれた同じ1回生の子に無理を言って、その空を歩く男を見たという同級生に会わせてもらったり、他のつても総動員してその怪談話を知っている人に片っ端から話を聞いた。確かに師匠の言う通り、あの辺りでは転落事故が多いという噂で、それがこの話の前振りとして語られるパターンが多かった。実際に自分が目撃したという人は、その最初のこの同級生だけだったが、あまり芳しい情報は得られなかった。夜にその東西の通りでふと空を見上げた時に、そういう人影を見てしまって怖かったというだけの話だ。それがどうして男だと分かったのかと聞くと、空を歩く男の階段を知っていたからだという。最初から思い込みがあったということだ。暗くて遠いので顔までは当然見えないし、服装もはっきり分からなかった。ただスカートじゃなかったから、そんな程度だ。見てしまった後に呪いによる怪我もしていない。ただ記憶自体は割とはっきりしていて、彼女自身が捜索した線もなさそうだった。その正体が何にせよ、彼女は確かに何かそういうものを見たのだろう。これは一体何だろうか。本物の幽霊だとしたら、どうしてそんな出方をするのだろう。地上ではなく、そんな上空にどうして。霊の道、そんな単語が頭に浮かんだ。霊道があるというのだろうか。なぜそんな場所に。少しゾクリとした。見るしかない。自分の目で考えても答えは出ない。僕はその通りに張り付いた。日暮れから飲み屋が閉まっていく1時2時過ぎまで。しかし同じ場所に張っていても、周囲を練り歩いても、それらしいものは見えなかった。焦りだけが募った。死者の気持ちになろうともしてみた。あんなところを歩かないといけない、その気持ちを。気持ちよさそうだな。思ったのはそれだけだった。目に見えない細い細い道が暗い空に一本だけ伸びていて、その道から落ちないようにバランスを取りながら歩く。落ちれば地獄だ。かつて自分が死んだ汚れた雑踏へ急降下し、その死を再び繰り返すことになる。落ちてはいけない。では落ちなければ。落ちずに道を進むことができれば、その先には人の世界から離れ彼岸へ行くことができるということか。そんな簡易が垣間見えた気がした。その通りに張り付いて2日目。僕は少し作戦を変えて飲み屋街のバーに客として入った。そこで店を出している人たちならば、この空を歩く男の噂をもっとよく知っているかもしれないと思ったのだ。仕送りをしてもらっている学生の身分だったので、あまり高い店には行けない。女の子が着くような店ではなく、カウンターがあって、そこに座りながらカクテルなどを注文し、飲んでいる間カウンター越しにマスターと世間話ができる、そんな店がいい。この辺りでは居酒屋にしか入ったことがなかったので、行き当たりばったりだ。とにかくそれっぽい店構えのドアを開けて中に入った。薄暗い店内には古臭い横文字のポスターがそこかしこに貼られていて、気取った感じもなく、なかなか居心地が良さそうだった。控えめの音量でオールディーズとおぼしき曲がかかっている。お気に入りのコロナビールがあったので、それを注文し、気さくそうな初老のマスターにこの辺りで起こる怪談話について水を向けてみた。聞いたことはあるという返事だったが、実際に見たことはないという。入店した時にはいた、もう一人の客もいつの間にかいなくなっていたので、仕方なくビール一杯でその店を出る。それから何軒かの店をはしごした。マスターやママ自身が見たことがあるという店はなかったが、従業員の中に一人だけ目撃者がいた。そしてそれとなく店内の常連客に話を振ってくれて、そういえば昔見たことがあるなという客も一人見つけることができた。しかし話を聞いてもどれも似たり寄ったりの話で、結局その空を歩く男の正体も何もわからないままだった。
せめてどういう条件下で現れるのか推測する材料になればよかったが、話を聞いた二人とも日付や天気の状況などの記憶が曖昧で、見た場所も人影が進んだ方角もはっきりとしなかった。ただ夜中に足場も何もない非常に高い上空を歩く人影を見たということだけが一致していた。そして特にその後事故などには合わなかったということも。一軒一軒ではそれほど量を飲まずに話だけ聞いて退散したのだが、聞き込みの結果が思わしくなく、はしごを重ねるごとに酔いが回り始めた。何軒目の店だったかそれもわからなくなり、かなり酩酊した僕がその地下にあったロカビリーな店を出た頃にはもう日付が変わっていた。畜生という酔っ払いがよく口にする言葉を誰にともなく吐き出しながら、ふらふらと狭い階段を上り地上に出る。空を見上げても暗闇がどこまでも広がっているだけで何の影も見当たらなかった。その時だった。兄さん兄さん、そう後ろから声をかけられた。振り返るとヨレヨレのジャケットを着た赤ら顔の男が手のひらでこちらを招く仕草をしている。何です？この辺りでは借家という民家の一室を使った非合法の水商売があるのだが、一瞬その客引きではないかと思ったが、しかしこう酔っ払っていては仕事になるまい。さっき中であの階段の話をしてたろ。ああ、なんだ、さっきの店にいた客か。しかしどうしてわざわざ店を出てから声をかけてくるんだ。そんなことを考えたが、それ以上頭が回らなかった。だったら何です？ろれつも回っていない。知りてえか？何を？空の歩き方。男は酒焼けしたような赤い顔を近づけてきて確かにそう言った。いいですね、歩きましょう。そうか。じゃあついてきな。ふらふらとしながら男はまだ垂直の引かない通りを先導して歩き出した。50歳くらい、いやもう少し上だろうか。変なおっさんだ。さっきロカビリーな髪型のマスターが他の客に声をかけても誰もそんな怪談話を知らなかったのに、なんであの時黙ってたんだ。あれ、そもそもあんなおっさん店にいたかな。そんなことを考えているとおっさんが急に立ち止まり、また顔を近づけてきてこう言った。あそこにはな、道があるんだ。目に見えない道が。でも普通の人じゃまずたどり着けないのさ。おや、おっさんの言葉ではなく何か別の違和感があった気がした。正面から顔を見ると頬は肉がたぶついていて、はみ出した鼻毛と相まってだらしない印象だった。しかしどこか愛嬌のある顔立ちだ。そのどこに違和感があったのだろう。まあいいや。アルコールがいい感じに脳みそをしびれさせている。周りのビルより高い場所だ。そんなところに道なんてあるわけがない。そう思うだろう。でもな、そうじゃないんだ。あの道はな、北の通りの高層ビルからでしょ。おっさんは驚いた顔をした。おうよ、分かってんじゃねえか兄ちゃん。そうなのだ。この東西の通りに面したビルは高くとも4、5階だ。しかし離れた通りのビルにはもっと高いものがある。その北の通りに面した高層ビルから伸びているのだ、その空の道は。酔いにかき回された頭がようやくそんな単純な答えにたどり着いていた。そしてもっと南の通りにも高いビルがある。そこまで伸びているのか、あるいはそのまま人の世界ではない虚空へと伸びていく道なのか。霊道なんでしょう。負けじと顔をおっさんの鼻先に突き出す。しかしおっさんはにやりと笑うと、違うねえと言った。本当に道があるんだよ。いいからついてきな。
知ってるやつじゃなきゃ絶対にわからない。あそこへ行く道が一本だけあるんだ。そしてまた頼りない足取りで繁華街を進んでいく。なんだこのおっさんは、意味がわからない。しかしなんだか楽しくなってきた。さあこっちだ。おっさんは三叉路で南に折れようとした。ちょっと北の通りでしょ。そっちは南。多分目的地は北の大通りの屋上でビアガーデンをやっているビルだ。方向が違う。しかしおっさんは不敵な笑みを浮かべて人差し指を左右に振った。北に向かうのにそのまま北へ向かうって常識的な発想がこの道を見えなくしてんだ。そんなことを言いながらふらふらと南の筋に入り、やがてその通りにあったビルとビルの隙間の細い路地へ体をねじ込み始めた。太り気味の体にはいかにも窮屈そうだった。ダメだ、酔っ払いすぎだこれは。いいからついてこい。世界は折り重なってんだ。同じ道に立っていてもどこからどうやってそこへたどり着いたかで全く違う。別の道の先が開けるってこともあるんだ。うおー。そんなことを勢いよくわめきながらおっさんは雑居ビルの狭間へ消えていった。なんだか心惹かれるものがあった僕も酒の勢いを買ってついていく。それから僕とおっさんは廃工場の敷地の中を通ったり、古いアパートの階段を登って2階の通路を通ってから反対側の階段から降りたり、居酒屋に入ったかと思うと何も注文せずにそのまま奥のトイレの窓から抜け出したりと、むちゃくちゃなルートを進みながら少しずつまた北へ向かい始めた。ますます楽しくなってきた。街のネオンがキラキラと輝いて全てが夢の中にいるようだった。気がつくとまた最初の幸い町の東西の通りに戻っていた。随分と遠回りしたものだ。どうやって知ったんですかこの空への道。ああ、先を歩くおっさんの背中に問いかける。俺も教えてもらったのよ。誰から。知らねえよ、酔っ払った別の誰かさ。おっさんも別の酔っ払いから聞いたわけだ。その酔っ払いも別の酔っ払いからに聞いた、酔っ払いから聞いたに違いない。空を歩く道を、その連鎖の中に僕も取り込まれたってわけだ。光栄だな。僕も空を歩くことができたら今度は師匠にもその道を教えてやろう。そんなことを考えて北総園でいると、おっさんは薄汚れた雑居ビルの階段をよっちらよっちらと登り始めた。ほとんどテナントが入っていない古い建物だった。最上階である4階のフロアまで上がると奥へ伸びる通路を汚らしいソファーやら何かの廃材などが塞いでいた。おい、通れねえぞ。おっさんがわめいて僕に顎をしゃくってみせるので仕方なく力仕事を買って出て障害物を取り除いた。また気分よくおっさんは鼻歌を歌いながら通路を進む。やけに長い通路だった。さっきの東西の通りから一本奥の通りまでぶち抜いているビルなのかもしれない。その鼻歌は何か酒に関する歌だった。どこかで聞いたことはあるが世代の古い歌だったのでタイトルまでは思い出せなかった。なんだっけ、酒の酒が酒と。そんなことを考えていると不意に頭に電流が走ったような衝撃があった。あ、そうか、違和感の正体が分かった。急に立ち止まった僕におっさんは振り返ると、どうした兄ちゃんと声をかけてくる。そうか、あの時感じた違和感。おっさんが僕に顔を近づけて、あそこには目に見えない道があると言った時の、あれは。足が震え出した。そしてアルコールが頭から急に抜け始める。どうした、先に行っちまうぞ。
その暗い通路は左右を安っぽいモルタル壁に囲まれ、遠くの非常灯の緑色の明かりだけがうっすらと闇を照らしていた。おっさんはじりじりとして一歩進んで振り返り、二歩進んで振り返りという動きをしている。僕はアルコールが抜けていくごとに体温も奪われていくのか、猛烈な寒気に襲われていた。そうだ、おっさんは息がかかるほど顔を突き出したのに、酒の匂いがしなかった。あのあから顔で千鳥足でバーから出てきたばかりなのに。そのバーにそもそもあのおっさんはいなかった。今日はしごした他の店にも、客からあの話を聞くことも目的だったので、すべての店でどんな客がいるか観察していたはずなのだ。なのにおっさんは僕が空を歩く男の話を聞いて回っていたことを知っていた。まるで目に見えない客としてあのいずれかのバーにいたかのように。どうした？声が変わっていた。おっさんは冷え切ったような声色で、来なさいと囁いた。ガタガタ震えながら首を左右に振る。通路の暗闇の奥でおっさんの顔だけが浮かんで見える。沈黙があった。そうか。小さな声がスーッと空気に溶けていき、その顔がこちらを向いたまま暗闇の奥へと消えていった。それからどれくらいの時間が経ったのかわからない。金縛りにあったかのようにその場で動けなかった僕も、外から若者の叫び声が聞こえた瞬間にハッと我に返った。酔っ払った仲間がゲロを吐いたという意味の囃し立てるような声だった。僕は気配の消えた通路の奥に目を凝らす。その時、頬に触れるかすかな風に気がついた。その空気の流れは前方から来ていた。3メートルほど進むと、その先には通路の床がなかった。1メートルほどの断絶があり、その先からまた通路が伸びていた。ビルとビルの隙間に狭い路地があった。長く感じた通路は、一つのビルではなく二つのビルからできていた。崖になっている通路の先端には手すりのようなものの跡があったが、壊されて原型をとどめていなかった。向こう側の通路の先も同じような状態だった。知らずに手探りのまま足を踏み出していれば、この下の路地へ落下していただろう。4階の高さから。生唾を飲み込む。最後に来なさいと言ったおっさんの顔はあの断絶の向こう側にあった。そうか、僕は導かれていたのだ。折り重なった異なる世界へ。ビルとビルの狭間へ転落する僕、そして別の僕は自分が死んだことにも気づかずそのまま通路を通り抜け、導かれるままに秘密の道を潜り、その空への道へと至るのだ。高層ビルの屋上から足を踏み出し、そこは壮観な世界だろう。遥か足元にはネオンの群れ、大小の雑居ビルのさらに上を通り、水客たちの歩く頭上を気分よく歩いて進む。夜の闇の中に目に見えない一筋の道がある。それは折り重なった別の世界の住民だけにたどることのできる道なのだ。闇の中に冷たい息を吐いた。僕はビルの階段を降り、通行人の減り始めた通りに立った。もう夜の底にわだかまった熱気が消えていく時間、人々がそれぞれの家へ足を向け、ねぐらへと帰る時間だ。遠くで二度三度と勢いをつけながらシャッターを閉めている音が聞こえる。そして僕は降り仰いだ星の見えない夜空に空を歩く男の影を見た。殺す気だったんですか？師匠にそう問いかけた。そうとしか思えなかった。師匠はすべて知っていたはずなのだ。かつての死者が新しい死者を呼ぶ空へ続く道の真相。
いくらなんでもひどい。そう憤って詰め寄ったが、そちらの顔で、まあそう怒るなと返された。まあちゃんと見たんだから合格だよ。有料かで言うなら量をあげよう。なんだ偉そうにこの人は。ムカッとして思わず睨むと、逆に寒気のするような目にいすくめられた。じゃあ優は何だって言うんですか。僕が何とか言い返すと、師匠は暗い光を失ったような瞳をこちらに向けてぼそりとささやく。私は空を歩いたよ。そして両手を羽ばたくように広げてみせた。嘘でしょ。そんな言葉を口の中で転がす。臨死体験でもしたって言うんですか。僕が聞くと、師匠はどうかなと言って笑った。